栄冠ナインクロスロード。続報よ、続報が来たわ。どうした突然。栄冠クロス 0.5 周年の続報が来たのよ。公式 X でポストされてたやつだな。その画像がこれよ。ポストの内容は、だけで他に情報はないわ。画像は2枚でその2枚目がこれだな。そうよ。なんかすごい情報っぽいのに、画像が2枚だけなのよ。だからマリサには、この画像から思いつくことを私に話すことを許すわよ。なんでそんなに上から目線なんだよ。いいじゃない。マリサも気になるでしょ。いやよくはないが。でも気になるのは確かだから画像から情報を読み取ってみるぜ。まずは1枚目から。これはスカウト範囲が世界に広がるってことでいいのかしら。以前のポストのこれに絡んでくるんじゃないかな。ノーマル以上で世界スカウトってことかしら。対象国も徐々に解放、とかあるかもしれないぜ。転生選手みたいな期間限定の可能性もあるかも。明確な情報がないから、いくらでも可能性は広げられるな。とりあえずわかることを見ていくぜ。ちょっと見にくいけど、オーストラリアは一芸スカウトってことがわかるな。位置的にはシドニーかしら。丸が小さくて色がわかりにくいわね。国名ズバリだから外国の都市が増えたりはしなさそうかな。国内だけで49カ所もあるからあんまり増えたら困るわよ。逆に国名ズバリだから行ける国は増えるかもな。私、チェコからスカウトしたいわ。WBC で好印象持ってる人は多いだろうな。私が気になったのはまず中米に行けないってことだぜ。カリブ海地域とか南米北部とかメジャーリーガーが多数いるわよね。あとインドはクリケットが国民的スポーツで野球はマイナースポーツだぜ。中東と南アジアでのプロ野球リーグができたからじゃないかしら。まあ、大事なのはどういう選手がいるかだがな。というわけでスカウト画面。選んだ国はどこかしらね。英語圏っぽいけど。リストから見るに一芸っぽいのでアメリカかオーストラリアだろうな。わかりにくいけどアメリカとオーストラリアと韓国が一芸色ね。この画面で一番気になるのは、ハワードくんの守備だぜ。守備が、ないわね。この仕様は国内スカウトには存在しないんだぜ。そうなの？今までの仕様ではどんなに低くてもちょっぴりはあったんだぜ。海外スカウトの仕様なのか、それともスカウトに調整が入るのか、ちょっと気になるところね。あとハワードくんの戦績だが、掛け持ちしてて草。日本ではいざ知らず、アメリカでは珍しくないぜ。むしろポジティブな要素ってことかしら？ MLB と NFL で両方からドラフト、みたいな話もあるぐらいだから。フィジカルエリートの証明って側面がありそうだが、ここはパワプロ時空だし、中学スポーツだし、多分ネガティブな要素だ。戦績的にはギャニオン君とシマー君の方が上っぽいわね。多分そうなんだが、海外スカウトは能力が高い、みたいなのじゃなきゃ。この3人からスカウトすることは多分ないぜ。履歴書が足りなくて枠が余ってる時ぐらいだろうか。能力的に見るべきところがないのね。それに、海外スカウト枠が無制限ってこともないんじゃないか？新入部員全員海外留学生とかそれはさすがにないでしょうね。ある程度枠が制限されるとしたら、必要なのはトッププロスペクトだけだぜ。スカウトの回数が国内と共有なのかどうかも気になるわね。現状、アイテムなしだと最大で5回しかチャンスはない。回数を共有するなら、海外スカウトに何か付加価値が欲しいな。期間限定イベントの可能性もあるからね。それはそうだな。こういう期待感を煽るやり口、嫌いじゃないぜ。栄冠クロス 0.5 周年まであと10日。これからも続報があるでしょうね。そしてその度にああでもないこうでもないと想像させられるんだぜ。とても楽しい時間よね。たまらない時間だぜ。それじゃあ最後の締めに行くわよ。最後だけ我らが監督にお出まし願うぜ。それではチャンネル登録と高評価よろしければお願いします。またねー。